はい、どうも、こみです。さて、本日は、つむぎ組さんからですね、タウンホール12のアタック見ていきたいというふうに思います。最近13あんま上げてないんですけども、まあ13はね、ほんとつい、まあ数週間前まで山のように上げてましたんで、基本ですね、13環境はそっち変わんないんで、今はそっちを見てもらった方が、むしろですね、動画の種類も多くていいんじゃないかなというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、基本的にはクラン対戦系の動画、解説を中心にやっております。クランにいてですね、対戦で結果が出るかどうかってすごく大きな、モチベーションに関わる部分だと思っておりますので、ぜひですね、そこのお役に立てる動画をお届けできたらと思っております。最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね、本日は、ネクロマンサー三変化ということでですね、ネクロマンサーを徹底的に見ていきたいというふうに思います。で、ですね、このネクロマンサーなんですけども、まあ、前から何度も言ってますけども、タウンホール12ではマジで強い。なんでかってレベルマックスが使えるからですね、タウンホール13だけではなく、タウンホール14でのネクロマンサーと同じレベルのネクロマンサーが使えるわけですよ。弱いわけがないっていう話ですよね。で、タウンホール14になってから、ちょっとまだね、ネクロマンサーの進化っていうのは正直自分わかんないんですけども、少なくともタウンホール13では、ネクロマンサーくっそ強いです。くっそ強いんで、当然タウンホール12でもくっそ強いんですよ。だから、使わない手はないということで、今日はですね、そのネクロマンサーを使った攻め方を3つ、種類大きく3つに分かれますんで、それを見ていこうというふうに思います。それぞれ全然特徴があって違うので、どれがですね、いいとは一概に言えないと思います。相手の村見ながら見極めてもらえたらと思いますね。で、まず1個目。このスカールトさんが攻めてるアタックなんですけども、今これ天才のところで止めましたが、はい、これですね、何をしてるかっていうと、ドバ出しするんですね、こっから、わーっとこっから。ゴーレム3体、アイスゴーレム2体、まずこれ出していって、で、見にくいな。まずゴーレム、アイスゴーレムを出していって、次にネクロマンサーを出していくっていう感じですね。で、ここのヒーロー、投下弊社っていうのを、こっから、まあ、3番目ですね。出していくっていう感じ。ドバーッと一気に面で進めていきます。で、そうすると、やっぱ天敵がいるわけですよ。ネクロマンサーのスケルトンを、もうガンガン溶かしてくるのが、やっぱり、このマルチインフェルノ、これが3本ある群れによくスカーレットさん行ったわと思いましたけどね。でもそれを、3本あるうちの2本を、序盤にライトニングで壊したんですね、こうやって。ライトニングとクエイクを使って、壊しちゃうんですよ。で、そうすると何が起こるかっていうと、ここが壊れるわけですね、こういう風に。なので、ドバッと出したネクロマンサーたちが、こんな風な進行を取るんですね。まずこれは面でこう行きますよね、面でね、こういう風に。面でこう行く。で、こいつらが、ここに当たってきた時に、どうなるかっていうと、まあ、こう当たりますよね、こういう風に、基本的には。そっから、こう行くんですね、こういう風に。わかりますか、言ってる意味。要は、中心部分により流れていきやすくなるわけなんですね。あえてこのマルチインフェルノが残っていることによって、そっちに、ユニットが流れていく。さらに、ここの壁の中から横打ちされないんですよ。こういう風に。これがなくなるわけですね。なので、中にいる、ネクロマンサーが生き生きと仕事をしてくれるという形が作れます。まあ、基本中には入れにくいんですよ。この、配置って、この形になってる、なんていうのかな。外にこう逃げていきやすくなっちゃうんですけども、でもそれでもやっぱ中に入っていった少ない、ネクロマンサーたちを少しでも量を多くする。で、さらには、そいつらが横からね、マルチインフェルノに焼かれないように、序盤にマルチインフェルノを壊しておくという形ですね。もうサイドカットの妙義ですね、これ、本当に。しっかりと通したい通路には施設を残しておいて、これを、パンくずにしながら、パンくずでも違うかな。これをに、を辿らせながら、ネクロマンサーを中心に入れていく。で、そこに対して天敵になりそうな、両サイドにあるこのマルチインフェルノですね。これは序盤に潰しておくと、これがなくなるだけでも、全然違うっていう話ですね。で、やっぱりですね、ネクロマンサーがこう、両サイドに流れちゃうんですね。これも仕方がないっていうところはちょっと若干ありますよね。なんですけども、入ってきた少ないネクロマンサーたちっていうのをしっかりと、守っていくために、中心部分ですね、横から、マルチインフェルノで焼かれないように、序盤潰しといた効果がここから出るんですね。今、ここにほら、ネクロマンサーが3体ぐらい入っていこうとしてるじゃないですか、こういう風に。これ、もしもマルチインフェルノがあったら、このマルチインフェルノを壊す手段がないんですよ、この外側から。壊しようがないんですね、ここね。なので、焼かれちゃう危険があったんですけども、そうならないようにしっかりと、序盤に潰しておいた効果がここで出たということですね。はい。
で、あとはギガテスラに対してしっかりとフリーズ2発を当ててですね、まず1発目当てて凍らせる。で、壁を殴って壊している間にもう1発フリーズを打ってしっかり凍らせるって感じですね。ネクロ本体がやっぱり撃たれちゃ困るんで、このタイミングを測ってますよね。ネクロ本体がさ、中に入っていくぞっていうタイミングでしっかりとフリーズをかけて、スケルトンたちがギガテスラのタギを取ってくれてる間にアーチャークイーンで射抜いて倒しちゃうという感じですね。で、ここまで来ちゃうともう止まりようがないですね。どうですか?出したユニットたちのその出し方とかは割と、ドバッと出しているだけで、あんまり、その、まあ、全体に散らばらせることだけ多分意識しさえすれば、あとはそんなに気にする点ってなかったと思うんですよね。で、しっかりとウッドランチャーでここの道、を開けていくっていうね、中心部分にネクロが入っていくようにそこをウッドランチャーで開けていくっていう点、もう序盤でこの呪文全部使っちゃってるんでフリーズ3発ですよね。これをだからタウンホールにも2発当ててるっていう時点において、もうその序盤にもう全部その難しいところを終えてしまって実行中というかその進行中はもうほとんどやることない状態になってしまう。まあこれがですね、やっぱりこのドバダシ系戦術の好まれる部分ですよね。戦況に応じて呪文を打ち分けるとか追加のユニットを出すとか、まあそういうのがまあそのクラクラの難しさでもあるんですけども、そこをスキップできちゃう。プランニングの段階で、入る面の選び方ですね。ここか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 ここっていっぱいあるんですけど、だからどっから入っていくかなんですね。どっから入っていくか、今回はタウンホールから一番遠いところの面を選んでますね。そうしたとウッドランチャーの仕事が最大限活かせないんで、あえて遠くから出したというところですね。で、ウッドランチャーで壁を壊していきながら、この面からドバッと出していく。で、序盤にライトニングクエイクをどんどんとここに打ってしまって、で、あとは、残ったフリーズの呪文をタウンホールに打つだけという感じですね。スカルトさんのこれはもうプランニング勝ちですね。完璧に綺麗に決まったアタックなんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個このドバダシ系の戦術を使う上で、まあ、ポイントとしては、なるべく火力が均等な方がいいですね。今回これ左右対称に割と近いじゃないですか。なんで、そういう場合にはユニットがこう面でね、動いていってくれるんで、こう面で。面で動くのすごく大事ですね。例えばこっち側だけこういう風に突出しちゃったりすると、ここにいるユニット全部やられますからね。集中砲火食らって。こう。まあ、ここはないか。なんで、なるべく面で押していくっていうのが、まあ、クラクラの攻め方としては、まあ、理想的なパターンになってるんじゃないかなというふうに思います。で、それを綺麗に作ったスカルトさんの、戦術勝ちですね。戦略勝ちというか。二つ目、キャリパッパさんのアタック見ていきましょう。これですね、相手の、インフェルノが全部シングルなんですね。なんで、さっきのドバダシ系の、ネクロマンサー攻めも結構使いやすいんですけども、それをやる面が浮かびにくいっていう場合にはこういう手もありますよですね。グランドオーデンのオデヒーと言われるこのパート。からですね、ここ、ライトニングクエイクを使って、ここを壊していくんですね。で、なるべく奥深くまでこう削りを入れていく。で、削りを入れていってから、ネクロマンサーをその脇から出していって、ずーっと一気にこう、タワーで入れていくってパターンですね。これ爽快っすよ。あ、間違えた。ごめんなさい。なんだこれ。よいしょ。ダン。結構ね、爽快に見えますよ、本当に。大量のスケルトンが、もう、延々と束になって攻めていきまくるっていう感じですよね。序盤に出したアイスゴーレムが弾けて、スケルトンたちがさらに増えるための時間稼ぎをしてくれてますね。相手のストライカーとかが来たりしても全然もうネクロマンサーが束になってるんで、アーチャークイーンに、相手の、なんだっけ、ストライカーが攻撃し始めるところら辺でも、先に自鉄を倒しちゃってくれますね。なんで、あっさりと、援軍も突破していって、スーパーガンゴールに関しても、スケルトンがタギを取ってくれてる間に後ろからアーチャークイーンとネクロマンサーが射抜くって感じですね。この攻め方をする場合には、グランドオーデンのオデヒーの削り、本体ネクロマンサーを脇から出すっていうのが2つ目で、壁の中にやっぱ入れていくために、外周ですね、これ3つ目を、キングと投下兵舎使ってやるっていう、この2つがですね、これか、これ。これが結構重要です。このキング投下兵舎の仕事っていうのがないと、これでも結構そうですよね。スケルトンとネクロマンサーが壁の中から外周にこう漏れちゃってますね。本当は、今ここに外周にいるネクロマンサー全部この壁の中に入れて、ジャンプで中心部分に届けたかったんですね。
でもそういかなかったっていうことになってます、今回はですね。で、この東海社から出てきたのはホグライダーですけども、これですね、ホグライダーすごくいいです。あのスケルトンが大量にいるじゃないですか。そいつらと混ざって外周部を壊してくれる。あのディガホグもそうなんですけども、あのタウンホール12ってロイヤルチャンピオンがいないんで、まあ、こう村全体を見渡したときに、こういう感じ、なんていうのかな、こういう風にここはキングで、ここに関しては、まあ、グランドウォーデンですよね。ウォーデンで、こっちからなんだ、ウィッチって感じだった。あとなんだっけ、そうネクロマンサー、ウィッチって最近なんか英語でやってるね、ウィッチって言っちゃうと出ちゃうんで、あのウィッチが頭に入っちゃってますけども、まあ、こうなってますよね。で、なってくるとですね、こんな風に、まあ、当然、ネクロマンサーが動くわけですよ。そうすると、ここが残るじゃないですか。壁の中のこういうところが。そこに対して、10日弊社から出てきた、オグライダーを当てるっていう感じなんですね。なので、あの、中心部分に近いところっていうのを、なるべく主力になっている、そのネクロマンサーとか、アーチャークイーンとかで潰していったときに、どうしても残っちゃう外周側の防衛、こういう風に出てくると、こういうところですね、こういうところ。こういうところの防衛っていうのを、壊すように壁を無視できて、かつ攻撃力が高くてスピードもあるホグライダー。これがやっぱいいんですね。あの、東海弊社のホグライダーっていうのはもうどんな戦術においても仕事をするユニットですけども、まあ、特段この、ネクロマンサーを使ったアタックにおいても、その仕事量っていうのは何ら、あの、衰えることはなくて、めちゃくちゃ強いですね。すいません。ちょっと、ゲップが出ました。すいませんでした。はい、というところですね。はい。では、これがですね、ドバッと出す系のネクロマンサーと、もう一個ですね、双壁をなす一点から出すネクロマンサーですね。相手の村がシングルインフェルノ多くて、ネクロマンサー使いたいな、でも、ちょっとドバッと出す面が見つからないやっていう場合に、この攻め方が使えますよというところですね。で、ラストはですね、やっぱりね、その、なんだ、触れずにはいられないスパネクですね。あの、これもマジで強くて、マルチインフェルノが3本今回ある村ですね。こういう村に対しては、やっぱスーパーネクロマンサーっていう選択肢がすごくいいですね。刺さります。スーパーネクロにとって、もうはっきり言ってですね、マルチインフェルノなんて、地獄の豪華でも何でもないわけですよ。まあ、キャンプファイアの焚き火レベルって言ったら、ちょっと語弊があるか、もうちょっと焼くかな。まあまあ、どんどん焼きぐらいですかね。わかんないけど、結構熱いかな。やっぱね、マルチインフェルノって、普通のネクロマンサーにとってはもう超天敵なんですよ。もうやべえから、もう絶対に、あの、相まみえたくない、防衛、ナンバーワンに選ばれてもいいぐらいの、防衛なんですけども、スーパーネクロにとっては、むしろ低火力なんで、全然ヒーラーが後ろからついていれば、ヒーラー回復させちゃうんですね。このくらいのダメージだったら、全然怖くないんですよ。なので、そういう村に対してはしっかりとマリアさん、スーパーネクロマンサー攻めを選択してますね。もう選択がもうすでにお見事っていう感じなんですけど、で、その選択をした上で、じゃあ、どういう風にプランを組むのかなっていう、そのプランの組み方がやっぱ難しいんですけども、ほんとね、この方のスパネクマジで上手いんですよね。やっぱそば言ってもインフェルノって、タウンホール12の、まあ、主力となる防衛の1個なんで、そこをしっかりとライトニングで潰しておきますね。さらにグランドオーデンの、お出火でもって、そこにカットを重ねて、奥深くまでカットして、スーパーネクロマンサーめっちゃ反れやすいんで、こういうライトニングプラスお手火のカット、すんごい重要です。これやんないと本当に、あらぬ方向、こっちですね。こういうところの大砲とかに平気でスーパーネクロマンサー行っちゃうんで、マジ注意が必要ですね。で、さらに、ここ、キングを使ってしっかりとカットしましたよね。もう一回何なら見てほしいんですけども、絶対に、こっちの、9時方面、8時方面に、スーパーネクロを反らさないぞっていう、もう強い意志の表れとも言えるサイドカットを入れてから、壊せる壁はスーパーウォールブレイカーで壊すんですね。これすごく重要です。壊せる壁はスーパーウォールブレイカーで壊すことによって、序盤ライトニングの呪文を使うことによる呪文枠のもう圧迫っていうのもなるべく、スーパーウォールブレイカーで緩和するんですね。ジャンプの呪文も今2個積んでますけども、やっぱ3個は積みにくいわけですよ。そうは言ったって。なんで、2個で済むようにウォールブレイカーを使えるとこは使っていくっていうこのパターンがいいですね。だから本当にあのスーパーユニットが2体同時に使えるようになったことによって、あのこのスーパーネクロマンサー攻めのその全開率がめちゃくちゃ上がったと思います。結構ね、これ大きなポイントだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱ呪文枠本当に圧迫するんで、この攻め方。で、今ですね、グランドボーデンのアーチャークイーンも能力残してましたけども、
タンホール12でこれを使うとですね、まあ、基本的には、ユニットはやられないですね。もう時間切れだけが怖いっていう感じなんで、時間との勝負的なところがあったんですけど、まあまあ今回はしっかりとですね、時間もケアして、結局これ何分だ？うん、そうですね。今これ、2分40秒ぐらいかな？ぐらいから35秒。あっと、そう、このもんか。35秒、まあ30秒ぐらい、20秒ぐらい残した感じですかね。だからまあ、これぐらいの時間が残せるこの攻め方をしてっていうのは、やっぱマリアさんの、その、なんだ、時間の使い方のうまさですね。ぜひ見てほしいんですが、まず1個目ここですね。ライトニングプラスグランドでのオデヒでのカット。これが1個。次ですね、横の、反らしたくないところをちゃんとキングでカットする。これが、ナンバー2ですね。で、ナンバー3。ここスーパーウォールブレーカーを使って開けていくナンバー3ですね。で、この3つがやっぱり序盤の重要ポイントです。で、そこから先は、ジャンプの呪文を使って、壁の中をなるべくですね、ばらけさせないように通していくというのも大事になってきます。ストーカー弊社の中に入っているのはまだ、これホグライダーだったかな。ホグかバルキリー、どちらかがいいですね。スーパーウォール、スーパー、ネクロマンサーを使う場合は。バルキリー、足が速いんで、こういう壁の隙間があるような村に対しては、こういう壁の隙間にどん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 入り込んで、そこを蹂躙してくれます。そうすると、ネクロマンサーたちがそれずに、まっすぐ束になって行きたい方向に、こう歩いていってくれるという形が作れます。で、トームのタイミングとレイジのタイミングなんですけども、よくね、トームを、タウンホールに、合わせる方がいらっしゃるんですが、必ずしも合わせる必要はないですね。合わせなくても全然いいです。で、むしろトームはダメージを回避するために使うんじゃなくって、ダメージ受けたスーパーネクロを回復させるための間として使うのが一番、いいと僕は思ってます。なので、今回ですね、マリアさん、そういった場面っていうのを多分探してたと思うんですが、結局それをせずとももう、ヒーラーがスーパーネクにスイッチしちゃった後は、体力管理が十分できちゃったがために、トームの使いどころを一緒だったって感じですね。だから使わなくても、タウンホールの爆発を全然耐え切っちゃうわけですよ。後ろにヒーラーがついてれば。まあ、それだけのね、やっぱりですね、耐久力と攻撃力を兼ね備えた、まあ、ユニットですので、やっぱ反れるのが一番怖いですけどね。反らすことさえしなければ、しっかりと、仕事をしてくれる。まあ、そんな心強いユニットですのでね。ぜひぜひ、タウンホール10位の方は、この、今日紹介したネクロマンサー攻め3個、第一戦で使える超強い戦術になってますので、どれかまずは選んで使ってもらう。で、慣れてきたらですね、他の戦術にもこう手を出してみながら、ネクロマンサーがね、生み出してくれる、その、全開ラッシュの素敵な世界をですね、ぜひ覗いてみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、ネクロマンサー三変化ということでですね、ドバッと出す系の、いわゆるサビ臭と言われるネクロマンサー。で、ネクロマンサー一方で一点出しをするタイプですね。シングルインフェルノ多めの村でドバ出しがしにくい場合に使えるやつですね。あと最後、スーパーネクロマンサー。マルチインフェルノ多めの配置に対してバカ強い。このですね、3つの攻め方を紹介させていただきました。ぜひですね、参考になったら良いなというふうに思いますので、良かったと思う方はですね、グッドボタン、チャンネル登録してもらったらすごく嬉しいです。本当励みになりますのでよろしくお願いします。また、自分のチャンネルですね、タウンホール12から14までの、対戦系の動画解説をやっております。これからもですね、どんどん動画上げていきますので、ぜひ今後もご視聴いただけたら嬉しいです。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。